よし、やりましょう。山中慎です。今日はドライバーのよくある間違いについて使いさせていただきます。やはりドライバーしっかり叩きたい、しっかり飛ばしたいっていうところの一番の力み、やっぱり一番見えるとかテイクバックですね。アドレスかテイクバックの指導において本当に力みを見えます。ヘッドからグッて上がって手だけで上がるっていうことですね。もうその時点からもうボールのミスヒットやスライスにもつながったり、ボールの飛距離不足につながるんで、テイクバックとても大事ですとお見せしたいと思います。ドライバーなんですけども、やはり一番ボールを飛ばしたい、ボールを飛ばしたい動作なんで、しっかりこの感じからですね、バックスイングが丁寧にこう上がっていきたいですけども、やはりこうグッと上がりやすいです。その場合においてですけども、やはりこの場合から上がるんじゃなくて、左腕クラブの一体感があって、ずーっと一体感ゆっくり上がること、そうすることによって左肩は右足の前からしっかり深く入っていきます。この年齢差がやっぱり飛距離を踏みますので、しっかりこのバックスイングですね、やっぱり飛ばしたい飛ばしたいと思いますけど、グッと動くところを自分をしっかり押さえた上でじっくり上がってきて、体の深い年齢差右足に対して乗る、そこからダウンスイング入ってくるっていうことによって、ドライバー安定したドライバーと飛距離を持って、そこを気をつけて打ちたいと思います。アドレス構えて打ちたいとき早く動くんじゃなくて、この感じがじっくりした深い年齢差からドドッっていうことですね。そういうふうにドライバーは一番長いクラブなんで、体をしっかり回さなきゃいけないですから、そういうふうに慌てずにじっくり打つということが最終的なインパクトで力強いエネルギーを生みますので、ぜひ試してください。では次の動画でお会いしましょう。